はい、速稼塾の久保でございます。6月17日ですね。今日はちょっとざっくばらんに話してみようかと思うんですけども、まずはね、勉強をするかしないかってことなんですけども、社会に出るとね、勉強する人って極端に減るんですよ。いや、自分はしてるっていうふうに思うでしょ。いや、してないんですよね。じゃあ勉強ってどういうことを言うかっていうと、例えばね、中学高校それから大学ぐらいの方って、勉強っていうとノートに物を書いていたと思うんですよ。そのノートに書いていたことの一部が脳に蓄積されている。だからノートを一生懸命書くんですよね。いわば声に出して言うとか、なんか物を書くとか、誰かに話すとか、誰かとね、これですかね、テスト問題を Q&A でやってみるとか、そういうふうなやり取りが、そのアウトプットがですね、全て勉強になってくる、脳に蓄積されるってことなんですよ。ですんで勉強っていうのはインプットするんじゃなくて、アウトプットすることがどのくらいするかなんですよね。で、最近でしたら YouTuber って人は、自分が勉強したことをね、動画で喋ってるわけなんですよ。これまさに勉強なんですよ。話すことによって脳に刻まれる。プラス、話したことを YouTube にアップすることによって、ネットにアップすることによって、人からの批判や修正を浴びるんですよね。それによって次の気づきにたどり着くわけなんですよ。こういうふうにして毎日毎日勉強する人と、そうではなくって、なんとなくね、同じことを繰り返して、で、上達した気になっているということで、勉強してないのに勉強気になっているところが非常に危ないわけなんですよね。で、その結果何が訪れるかというと、一つの例なんですけども、コミュニケーション能力が非常に低いというふうに言えます。で、コミュニケーション能力っていうのは、読むとか書くとか話すとか聞くっていうことなんですよね。これがほとんどの方できてないんじゃないかなと思います。顕著な例としては、質問の仕方が悪いってことになりますね。これね、質問の形をとって、自分の思いを話してるだけってことになります。自分の過去の経験を話したいだけになってしまってるんですよ。一体何が聞きたいのかわからないというね。で、あとプラス、答えたいような質問の仕方をしてないんですよね。まあ、ですので、何を聞いてるのかわからないし、抽象的だし、自分の不満ばかりを質問という形をとって話している。だから、それを聞く人がね、受け入れられないし、返信も曖昧になってくるんですよ。イエスかノーかで答えれるような質問の形にしてみるとすごくいいんですけども、その構成能力がないんですよね。まあ、ですので、話す能力がないってことになります。まあ、この1点だけでも意識してみると、かなりね、自分のコミュニケーション能力とか質問力が上がってくるんではないかなと思います。そして質問能力が上がってくると、回答に早くたどり着けるので、問題解決が早いということになっています。それではね、まあ、今日も一生懸命勉強していきましょう。私の勉強はね、やっぱりこうアウトプットすることですね。新しく学んだことをとにかく人に話して、その人の反応を見てみるということを、毎日毎日何十回何百回と繰り返しているということを、まあ、勉強してるのかなというふうな気になっていますね。皆さんいかがでしょうか。それでは失礼します。